DJ ソアライズ。アルファこんにちは、メロージャム TV DJ ソアライズです。今日はですね、久々の開封動画やっていきたいと思います。僕はね、普段ナイキすごい、これサングラスもこのナイキなんですけど、ナイキ、これもナイキ、ナイキすごい好きなんですけど、ちょっと今日ナイキの買い物してきたやつがあるんで、これですね、ナイキ、ナイキですね、ナイキ .com、 ナイキの原宿にあるナイキストアで買ってきたんで、ナイキの開封動画行っていきたいと思います。今回買ってきたものはですね、これです。はい、首にぶら下げる、肩からぶら下げられるポーチみたいなやつですね。これ開けてみたいと思います。はい、こんな感じですね。こんな感じです。はい、お値段は5,400円、まあまあしますね。こういう感じで首からぶら下げるやつ買いました。これなんだろう、長さもちょっと調整できるみたいなので、これですね。なんか僕も結構ナイキのショルダーバッグ、ウエストポーチみたいなの、これですね。これよく使ってて、こう肩からこうぶら下げて、海外行く時もこれ、この中に財布とか、財布は持ってかないかな、パスポートとか入れたりして、まあ日本にいる時もこれを使ったりするんですけど、最近結構手ぶらにすることが多いんで、なんかね欲しいなと思ってたんで、これ買いました。はい、これなんですけど、もうなんか結構ポケットとかもいっぱいついてるんで、見えますかね、がっつり入ると思うんですよ。ちょっといろいろ入れてみたいと思います。僕の財布、グッチの財布、長財布、これ入れてみたいと思いますね。なんだろう、あ、ギリギリ一応余裕で入るのかな、ぴったり入りますね、入りますわ。でパスポートとかも多分入ると思うんで、僕海外行くんで、パスポートこれ入る、ここに入れて、後ろにポケットついてるんで入りますね。バシッとこう止めれます。お財布入りますね。でこっちのポケット、この網やみのところなんか入るのかな、入れるのか、網やみのところもあれなのかな、こういう感じでこっちはこうなってるんで、なんだろう、僕が愛用してるボディショップのハンドクリーム、これも入れたりして、なんだろう、ハワイのリスクみたいなやつ、これもこの中入れちゃって、鏡ですね、僕が使ってる鏡、これも入れていきたいと思います。で、なんだろう、これハワイアンエアラインズのイヤホンケース、この中にイヤホン入ってるんで、これも入れますね。で、あとなんだろうな、リップクリーム、これもメンズメーカーで、これも入れてみましょうか。ここも入りますね。で、iPhone の充電器、予備ですね。これも入りますね。がっつり入りますね。同時電ポケットみたいに入れていきます。入れすぎかな。このジャックも入れていきましょうか。あとなんだろう、GoPro、これも入れていきましょうか。ちょっと結構パンパンになるな。全部入りました、全部入りました。マイマスクとかもね、僕使うんで、これも入れていきたいと思うんですけど、まあ、財布入れなかったらもっとこっちにいっぱい入るかな。後ろの方に忍ばせるので、アイマスク入れて、ケーブル類も裏に、こっちの裏の方に入れなくて全然問題ないとかで思います。どうだろう、いろいろ入るな、常に整頓して入れたいと思います。で、GoPro 入れるでしょ、余裕で入りますね、余裕で入ります、財布も余裕で入りますね。そう考えた、はい、結構僕モノカラー好きなんで、ほとんど黒しか身につけないし着ないんですけど、こんな感じでできました。ガッツリこれで、ちょっとこれ高いからもうちょっと低くしようか。これでね、調整していきたいと思うんですけど、もうガッツリこれでゆるゆるにして肩の方に下げていきたいかなって思います。ちょっと結構絞ってあったんで、感じです。こんな感じですね。
財布とだいぶ入ってます、ね、だいぶ入ってますね。もっと緩くしてもいいかな。そんな感じで、まあ、予備でもね、この僕コンタクト使ってるんで、コンタクトもこういう袋に入れて入れとけば割と結構いいんじゃないでしょうかね。まあ、ボールペンとかも入るんで、これでいろんなところにこれだけでいけるんじゃないかな。リュックとか手ぶらでも全然いけるんで、よかったら興味ある人買ってみてください。ナイキです。ジャストドゥビーナルジャムTVチャンネル登録よろしくお願いします。 DJ ソーライズでした。アロハ。